皆さんこんにちは、丸山くるみです。今日は GU でお買い物をしてきたので、こちらをご紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。今回はお洋服を2点と小物を1つ購入しました。まずお洋服1点目がこちらです。こちらワッフル素材のタンクトップのトップスなんですけど、カラーはナチュラルです。ここは裾の部分なんですけど、こんな感じの少し脇が空いているので、チューブトップとかを着て着用したいと思っています。夏になるかな、まあ今着るんだったらちょっと上に羽織物はもちろん必要だと思うんですけど、夏にもすごく可愛いなと思って、こちらは長く着られるかなと思って購入しました。はい、2つ目にご紹介するのはこちらです。ダークブラウンです。で、リブのトップスで、ここがちょっとワンポイントですね。こんな感じの首元になっています。そして半袖の丈で、少しぴったりめに着る感じなので、ちょっと女性らしい感じかなと思って、スカートにもパンツにも合うし、今回はちょっと大人っぽい感じで着たかったので、ダークブラウンの落ち着いた色を選んでみました。こういった首元だとネックレスとかも映えるんじゃないかなと思います。そして3つ目にご紹介するのはこちらのメガネです。普段このメガネをよくかけているんですけど、こちらはもう結構前、3年前くらいにアーバンリサーチで購入したもので、ちょっと品番とかがもう消えてしまって長く使っているので、そして何かこう次のメガネを探していて、こちらを見つけました。ちょっと動画で伝わりづらいかもしれないんですけど、ここが全てゴールドで、ここがブラウンになっていて、こういうところにネジとかが全然なくって、見た目がすごくプチプラに見えない感じがして気に入って購入しました、はい、ちょっとかけてみたいと思います。こんな感じです。まあおしゃれメガネっていうことで、度数とかは全然これは入っていないんですけど、私はすっごく目が悪くって、普段は夜は必ずメガネをしています。で、普段はコンタクトで生活しているんですけど、こういったファッションアイテムとしてメガネをかけることもよくあるので、コレクションが増えたのですごく嬉しいです。 GU で初めてメガネを購入してみたんですけど、なんて言うんですかね、これとかは冬によく使うことが多くって、春夏のちょっと明るめのメガネとかを探していたので、こういうゴールドのものは初めてなのでちょっと緊張していますが、これからこのメガネも使っていこうかなと思います。はい、以上で今回の GU での購入品紹介を終わりたいと思います。どれも使いやすそうで、着回しもしやすそうで、いいお買い物ができたなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。